リリース当初は話題になったあんなゲームやこんなゲーム、何億もの開発費で作られたゲームが一体なぜサービス終了してしまうんでしょうか。今回は2020年8月に惜しまれながらもサービス終了してしまったスマホゲームを7つ紹介していきます。その中には明確にこれクソゲーだから失敗してサービス終了しただろうというのもありましたので、楽しみにしていてください。それでは早速行ってみましょう。進撃の巨人タクティクス、2019年4月18日に DNA から配信開始されたゲームで、8月31日にサービス終了しました。ジャンルはシミュレーション RPG です。ざっくり言うと拠点守る系タワーディフェンスですね。終了した理由は明白で、売上が落ち込みまくってたからですね。出だしは売上1億円ぐらいあったんですが、半年程度で5000万まで失速。2020年は2000万前後まで落ち込んでサービス終了というところですね。とこんな数字を見せられてもいまいちピンときませんよね。一体どれくらいだとやばくて、どれくらいだと稼いでるのって思いますよね。というわけでざっくりと基準を用意してみました。まずセルラン最上位勢です。セルランというのはセールスランキング、つまり売上ランキングですね。どれくらい皆さんが課金したかというランキングになります。モンスト、荒野行動、ドッカンバトル、 FGO など、まあ、誰もが知ってるようなゲームが並んでますよね。このあたりのゲームは月50億前後売り上げています。次にもう少し下の上位勢ですが、ここが月間5億から10億くらいですね。さらにランキング100位以降ですが、このあたりのタイトルもまだまだサービス終了の気配はないですね。この辺で1億から3億くらいになっています、まあ、グラブルは本来もっと上なんですけどね。そして危なくなってくるのがこのライン、400位くらいのラインですね。このあたりのゲームは5000万から1億くらいになってきます、まあ、ここがギリギリですね。この月間5000万という売り上げが生存ラインで、これを切ってくるとどう手こ入れをするのか、もうどうしようもないと。これ以上利益が出ないならサービスを終了するかという選択を運営側は迫られることになります。もちろんゲームによって毎月かかるお金は変わってくるので、ざっくりとしたラインですけどね。今回の進撃の巨人タクティクスは数ヶ月5000万を割っていたので、もうダメだと判断したんでしょうね。これもゲーム独自の特性があって、例えば進撃の巨人のような人気作品を使ったタイトルは使用料が発生します。スクイニのドラクエのように自分のところで作ったタイトルならいいですが、進撃の巨人やドラゴンボールは違いますからね。これは契約にもよりますが、売上の 10% から 50% ほどまでに上ります。ただでさえアップルやグーグルに 30% の手数料が取られているのに、さらに支払いがあるんで、こういった人気作品を使ったゲームは普通のゲームよりも多く稼がないとやっていけないということです、まあ、逆に言うと当たり前っちゃ当たり前ですけどね。その人気作品のタイトルの名前でユーザーを集めてるわけですからね。ではなぜここまでユーザーが離れていったのかと言いますと、単純にクソゲーだったからですね。まあそれはそうですよね。進撃の巨人っていう超人気作品を使ったゲームなんですから、進撃の巨人が好きなユーザーが集まってるわけじゃないですか。じゃあなんでユーザーが離れるのかというと、まあ、進撃の巨人のせいでしょうか。それは違いますよね。ゲームのせいですよね。ゲームが進撃の巨人の足を引っ張ったんです。どこがクソゲーだったのかと言いますと、明確な点が一つあって、それが育成システムですね。これはレビューを見るとよくわかるんですが、育成ゲームにもかかわらず1日の戦闘回数を制限してユーザーの育成妨害、何百万課金しようと第一戦で戦えるには2ヶ月以上かかる、まあ、ということで強化素材を手に入れる制限がきつすぎたようですね、まあ、こういう制限システムってユーザーをより長くゲームにつなぎ止めるための延命措置としてやってるんですけど、あまりにひどいと当然ユーザー離れしますよね。儲けよう儲けようという気持ちが強すぎてユーザーに嫌われてしまったんでしょう。他にはマルチがないところ、プレイヤー同士競争しなければ課金欲もありませんよね。あとはストーリーが全然実装されておらず、アニメに追いつく気配なしという、もう漫画はもう終わりそうですし、アニメもファイナルシーズンですからね次が、まあ、結局使える巨人がエレンしかいないという状態でサービスが終了したようです。進撃の巨人はなかなかスマホゲームに恵まれないですね。ラブプラスエブリー、コナミから2019年10月31日に配信されたゲームで、2020年8月5日にサービス終了となりました。ジャンルは恋愛シミュレーションゲームです。売上を見てみると初月から1億にすらいかず、一瞬で5000万割ったので電光石火のサービス終了ということでしょうね。マジで終わるの早いです。サービス終了発表されたの5月ですからね、半年で終了発表ってことになります。このゲームはもともと2018年2月に配信予定があったんですが、クオリティのさらなる向上を理由に配信延期。2018年6月に8月配信と発表したが、それも延期。ようやく2019年10月31日に配信開始されたんですが、11月の売上1000万しかなかったですよね。それもそのはず、めちゃくちゃメンテしててプレイできなかったんですね。このゲームバグが多発しまくっており、ヒロインの顔と下半身が裸の状態で表示されるというバグが話題になりました。それがこちらですね。どうですか皆さん、ホラーでしょう。他にもアイテムを使っても消費されないとか、クリアしても進めないとか、ログインボーナスが無限に受け取れるとか、面白すぎるバグが多々あったようです。そしてこのメンテナンス、いつ終了
予定かと言いますと、なんと11月29日。な、長すぎる。サービス開始してすぐに1ヶ月メンテだと思いましたよね。しかしこのメンテナンス、なんと終わったのは12月11日でした。1ヶ月ですら終わらなかったんですね。これだけの長期間メンテナンスをしたにもかかわらず、12月9000万の課金があったのは逆にすごいですね。もしかすると本来は何億円も売り上げるポテンシャルがあったのかもしれません。さて、そんなこのゲームですが、1年経たずして終了してしまいました。彼女との夏を迎えることもなく、たった数ヶ月で終了したことにより、ラブプラスエブリーではなくラブプラスマンスリーじゃないかと話題になりました。レオパレスじゃないんですからね。ではなぜこのゲームはそこまで人気がなかったんでしょうか。それはこのゲームがまごうことなきクソゲーだったからです。クソゲーの理由としては、ラブプラスとこのゲームのシステムの相性が最悪だったと言えるでしょう。もともとラブプラスは2009年に発売され、大ブームを引き起こした恋愛シミュレーションゲームで、高根真中、小早川凛子、姉ヶ崎ねねの中から一人好きな子を選んで、その彼女と恋愛を体験できるという画期的なゲームでした。つまり1対1の一途な恋愛シミュレーションゲームなんですね。さて、そんなゲームのソシャゲとなると、どんなゲームを思い浮かべますか。僕がパッと思い浮かべたのは、ガチャでブランド物のカバンとかが出て、それを貢ぐのかなって感じでしたね。しかしこのゲームは、コナミは凡人である僕の想像を超えた遥か上のゲームを作り出したんです。まずこのゲームのガチャからは彼女が出ます。驚きですよね。彼女カードが出ます。そしてガチャからは3人の彼女がそれぞれ何種類かある形で出現します。これってラブプラスユーザーからはありえないことで、ラブプラスユーザーって一途なんですよね。姉さんが好きだ決めたら姉さん欲しいみたいなね。でもこのゲームの場合、自分が欲しい彼女のカードは弱い星2とかしか出なくて、自分が欲しくない彼女のカードで星4が出るみたいなことが全然あります。いやいや、そもそも彼女の星4ってなんやねんって話だと思うんですが、詳しくはですね、こちらのツイートを見てもらえればわかるんですが、彼女カードをデッキにセットして彼女とデートする、意味不明ですね。ガチャで強い彼女を手に入れないとデートで好感度が上がりづらい。強い彼女ってなんやねんって話ですね。ガチャで新しい彼女を手に入れないとデートで同じ会話しかできない。これは渋すぎますね。同じ会話しかできないのはかなりきつい。しかも強い彼女を数人確保することが推奨される。もうどっかも意味わかんないですよね。やばすぎますよ。何またしてるんだということね。世界観ぶち壊しですよね。またこのゲーム、ソシャゲらしいシステムがあり、彼氏ランキングイベントってのがあります。要は彼氏同士が争うわけですね。もう回復薬を飲んで殴るみたいなね。より課金してれば上に行けるって感じですね。この順位がこんな感じだと 13,986 ですね。これは低い。つまり君は 13,986 番目の彼氏だよってわけなんですよね。ビッチすぎませんかこれ。そんな感じでやばすぎるゲームラブプラスでした。それはサービス終了するわなって感じですね。まあラブプラスのコンテンツ自体はね、すごく素晴らしいゲームで人気もあるゲームだったんですけどね。なんというかコンテンツの命と引き換えに、まあ、最後に一儲けして終わっとくかぐらいの感じのゲームでしたね。錬心のアストラル、 NC ジャパンから2019年11月14日に配信されたゲームで、8月31日にサービス終了しました。ジャンルは対戦型デッキバトルです。このゲームちょっとあれですね、女神転生シリーズっぽいですね。女神転生シリーズといえば、まあ、ペルソナ5とかが有名どころだと思うんですが、まあ、どっちかといえば本家のメガテンというか、まあ、デザインがねデビサバっぽいなと思いました。このゲームはクソゲーってわけでもないと思うんですけど、まあ、最近全く話題にならなかったですね。売り上げ予測もかなり終わってますね。2020年は数十万しか稼げてないです。まあ、個人で運営してギリギリやっていけるレベルですね。これは企業がこれをやっているということなんで大赤字でしょう。人件費は絶対出ないでしょうね。このゲームの特徴といえば、大物ゲーム実況者モコウ先生とのコラボですね。どういうコラボかと言いますと、モコウさんという YouTuber がゲーム内のキャラとして出現するんですね。もちろんデフォルメはされてますけども、これがね結構当時話題になったんで僕も覚えております。で、まあなぜサービス終了したかと言いますと、まあ、結局のところ YouTuber とコラボするのはいいんですけど、そのコラボした YouTuber が面白くてやり続けられるようなゲームじゃないとダメってことですね。まあ、結局コラボしたモコウ先生も、まあ、これ以降特にねやってないんですよね、このゲーム。まあゲーム実況者さんっていうのはこんだけ人気者であっても数字が取れるゲームしかやらないですし、まあ、できないですからね。まあ、これ皆さんからすると、まあ、なんでかって話ですよね。そんな目先の再生数が欲しいんかと、だから人気ゲームしかやらんのかと、それでいいんかと皆さん思うかもしれませんけど、これは違うんですよね。伸びない動画、つまりいつも見てくれてる視聴者さんに求められてない動画っていうのを出し続けると、出してどうなると思いますか。そうですよね、つまらないと思われて見られなくなる、チャンネル登録解除されるとかね、おすすめに出ない押されるとかね。でそうなっていくと YouTube からもオワコン認定されてしまって、どんどん再生数が伸びなくなるんですよね。まあ結構いらっしゃいますよね、そういう方。登録者100万人いるのに再生数が1万再生ぐらいしかないとかって考えると、 YouTuber っていうのはやっぱり視聴者さんに求められているゲームじゃないと継続的にゲーム実況できないので、ただコラボすればいいってもんでもないんですよね。本当にそのゲーム実況者さんが面白くて心からやりたいと思って自然とやってしまうようなねゲームを出して
していかないと、まあ、そんなにコラボしても意味ないかなと思いますね。このゲーム本当にこれ以降マジで話題になってないですからね。数字持ってる実況者さんがやってるのも見たことないし、ツイッターでねゲーム名面白いとかゲーム名クソゲーとかで検索しても俺が全然出てこないんですよ。いい話も悪い話も少なすぎてみんな興味持ってないって感じですね。じゃあ一体このゲームの何が悪かったのか、まあ、いろんなねクソゲーを見てきた私中井戸が適当に理由を考えていくと、まず名前ですね。これが微妙ですね。錬心のアストラルという名前なんですけども、この錬心の部分、これ造語なんですよね。これは良くない。変換からしてめんどくさいのと、名前を聞いてパッと文字がイメージできない名前は、まあ、友達とかにも伝えづらいし、まあ、流行りづらいかなと思いますね。これなら全部カタカナとか、ね、全部英語とかにねした方が良かったと思います。パズル&ドラゴンズとかね、エイトグランドオーダーとかね、モンスターストライクとかシャドーバーストとか、あと漢字とカタカナを混ぜるんであれば白猫プロジェクトみたいに分かりやすい名前にした方がいいですよね。略称も公式がレンストって名乗ってるんですけども、これもモンストと被るので良くないなと思いましたね。次なんですけど、ゲーム画面ですね。これがなかなか地味なんですよ。ボードゲームタイプというかカードゲームタイプのゲームって本当地味なんですよね。これが完全なデジタルカードゲーム系のゲームなら、まだそのカードゲームひなこみたいなユーザーがとりあえず一定数飛びついたと思うんですけども、ゲーム性自体もねこれ結構ひねってあってオリジナリティあるんですよ。これがね、これもちょっと良くないですね。とっつきにくい上に見た目も地味となるとなかなかライトユーザーが入ってこないですね。ってことは YouTuber 目線でも数字が伸びないのでネタにはできないと、それは終わっちゃうわなって感じのゲームですね。まあそのゲーム性がね本当に面白かったのかもしれないんですけども、そのゲーム性の面白さと売り上げっていうのはなかなかね繋がってこないっていうのがやっぱりありますのでね、難しいなと思いますね。正直もうスマホゲーっていうのはねオリジナルのゲーム出しても売れないので、まあ、既存のゲームシステムに人気 IP を乗っける方がいいと思いますね。例えばドラクエタクトとかね、今度出るポケモンユナイトとかね、そういうのじゃないともう今後スマホゲームって売れてこないのかなっていうふうには思いました。さて少々長くなってしまったので、あとはいろいろな理由で終了したゲームを重要なデータだけさらっと紹介していきます。ここからのゲームは単純にクソゲー扱いされたものや出勤システムが微妙だったものなどいろいろとあります。ログレス物語、エイミングから2019年9月18日に配信されたゲームで、8月27日にサービス終了しました。ジャンルは MMORPG ですね。売上はかなり低いですね。1000万いってないです。単純に盾持ち MMORPG が入らなかったのか分かりませんが、開始数日でクソゲーだという声がちょいちょい上がるゲームでした。まあこの手のゲームって今時入れませんよね。僕は MMORPG で育ったタイプの人間なんで、まあ流行って欲しくはあるんですけども、やっぱりスマホだとちょっとやりづらいですからね。そのパソコンでできる MMORPG がまたね流行る時代が来るといいんですけどね。多分永遠に来ないと思うんですが、ワールドエンドヒーローズ、スクエアエニックスから2018年11月13日に配信されたゲームで、8月20日にサービス終了しました。このゲーム男キャラしか出てこないんで女受けを意識したゲームなんでしょうね。この手のゲームはあんまりガチャ課金ジャブジャブで稼ぐことができないってことなんでしょうか。売上もずっと低空飛行で終了してしまいました。やっぱりスタイルのいい美女とかが必要なんでしょうかね。このゲームはあんまり悪い噂は出てこなかったんですが、単純に売上が出ない仕組みだったんでしょうね。インクスリングス、サムザップから2019年5月30日に配信されたゲームで、8月31日にサービス終了しました。このゲーム2019年の年末にはもう店じまいしようとしている素振りがありましたね。売上を見てもそれがわかります。初月1億5000万なのに半年後200万って言ってね、まあ、バランス崩壊とか晒しが横行してとかね、民度も問題になってたようです。まあ、終わるべくして終わったって感じのゲームですね。次がブレイブリーデフォルト、スクエアエニックスから2017年3月23日に配信されたゲームで、2020年8月31日にサービス終了しました。売上を見るとこのゲームはずーっと低空飛行を続けてたゲームなんですね。まあこれでずっとね続いてたんで続けてもよかったんじゃないかとは思ったんですが、スクエアさんももうそろそろ店じまいするかというところで諦めたということでしょうか。最近ドラゴンクエストタクトとかねでかい新作も出してますから、もういいだろうってことなんでしょうかね。というわけで皆さんどうでしたでしょうか。面白い動画だと思ってもらえたら嬉しいです。総評としてはですね、やっぱり売上が上がらないゲームは終わるんだなって感じですね。逆に言えば今自分がやってるゲームが終わるかどうかは売上をチェックすればわかるってことですね。そして売上が下がる理由は、まあ、大体ゲームがつまらないとか、もう課金が渋いとか、まあ、そういう理由ですね。家庭用ゲームは仮にクソゲーだったとしても宣伝次第で売れるんですけども、スマホゲーは長期戦ですからね、売りに行けっていうのがなかなかできないですから、クソゲーだなと思われたらすぐユーザーが消えちゃうんで大変だなと思いましたね。もしこの動画が好評であれば来月以降も続けていこうと思うので、感想コメントよろしくお願いします。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よろしければもう一本中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上中井戸でした。今後ともよろしく。